さあ、はい、来ました。カクシャンのロゴが綺麗になってますね。徳島のリングですよ、米山選手。相手はユータライフインター柿原ですよ。そうですね。ガツンといったね。ガツンと。どっちが本物の黄色じゃって感じですね。どっちが偽物かって感じですか。しかし、まあね、この徳島大会、これはね、入場参戦ですか。ですよね。全く同じ色っすね。おーっと、焦点から、おお、くるくる、右左、お、組みついた米山、バックで回って、バックドロップ狙いたいがさ、テイクダウン奪うぞ。米山選手、食らいついてますね。そうですね。ここで今、一歩、もうちょっとだったんですけどね。首の締めが甘かったですね。で、柿原選手も、はい、このところ、ユインターで負けが多いじゃないですか。ですね。だから、いい気分転換になったんじゃないですか。逆にね。でこう不安とね、あのリングが近いですから、そうです、ね、会場がまたね、新鮮なやっぱ感覚があったみたいですよ。はい、ね、30分一本勝負ですから、はい、あと逆肩エビに移行して絞り上げるぞ、柿原、米山危ない、ソルソル、ゴングが鳴りました。なんと秒殺54秒、出ましたね、筋肉ポーズ。米山選手54秒でしたけども、なんかバシバシ気迫がぶつかった試合ですけども、どうです。そうですね、この筋肉ポーズは夜の飲み会でも出てましたね。なんかよくわかんないですね。今日ゲスト失敗しましたね。いやいや、そんなこと決めちゃいけない。ということで、ね、柿原対米山の試合50名で終わりましたけども、はい、ダイジェスト3試合をお届けしました。もっと喋りたいことあったんですけどね。はい。